今マウスポインターを移動させようとしてますが、左下の、緑色のアイコンのところに吸い寄せられるように全く動くことしません、初期化しても同じような症状が出てきてしまいました。全くトラックパッドを聞きません。脱出しました。脱出して右上に行った途端にまた左下に戻ってきてしまいます。脱出してちょっとここでいじくって今脱出できてます。しかし下に近づいていくと今大丈夫だな。今大丈夫、今大丈夫、よく分かりませんね。